金槌を打つ部分があるアイスバイル2007年のイタリアバルダオーネのアイスクライミング大会での使用例岩肌での使用例アイスバイルは氷壁登範に使うためピッケルから派生しアイスハーケンを氷壁に打ち込むために使われる金槌状の道具であるアイスアックステクニカルアックスと呼ばれる場合がある通常の登範ルートが登り尽くされてしまうと 先鋭的な登山者はより困難を求め、以前到底投降ルートとしては考えられなかった氷壁等を登るようになり、このため2本のピッケルを交互に振りかぶって氷に突き刺して登るピオレトラクションという技法が発達した。この場合当初はダブルアックスの文字通り2本のピッケルを持ち、それと別にハーケンを打ち込むためのロックハンマーを 携帯していたのだが、ハンマーとピッケルを両方持つよりは、片方のピッケルの代わりに、ピックと石突きがあるハンマーの方が良いということから、考案された。最初の製品は1930年代に、オーストリアのフルプメス地方のタン野組合が、フルプメスブランドで製作したものである。まだ氷壁用のアイスハーケンはなく、氷の張った岩壁ではまずピッケルで氷を砕き、次に、 ハンマーに持ち替えて、ハーケンを打つというのが通常だった時代に、このアイスバイルはわざわざ持ち替えなくてもよかったから、ヨーロッパアルプスでの岸壁登り用に誕生したので、ある。石突きは、中途の雪田なども考えれば当然あった方がよく、要するにいよいよ岩場となれば、アイスバイル一本で登るというスタイルになった。つまりアプローチには、雪などなく、氷のついた岩壁を登ることを想定して、 使用するには、この一本でこと足りるという考えである。一般的なアイスバイルの長さは40から50センチメートルと、現在のアイスハンマーと比べ長さが長く、ピッケルと比べれば短いというのが主流であるが、現在ではさらに短いものが出てきている。石突きもついているから、雪面でも対応できるということで、むしろピッケルに比べて応用できる範囲は広そうだが、実際には、 天候の急変によってすぐに雪となるようなヨーロッパのアルプスではアプローチまで考えるとその需要は特化されたものだけに生産数も少なかった。このアイスバイルが日本で注目を浴びたのは1960年代末期に谷川岳を中心とした氷壁登範が流行してからでアメリカのイボン・シュイナードによってピッケルとアイスバイルの2本のピックを突き刺して登る。 ダブルアックスと言われるテクニックが考案されてからである。しかし氷壁だけでなく、夏の北アルプスなどでは、岩登り帰りのグリセードのために、ピッケルやハンマーは持たずにアイスバイル一本で過ごす方が賢明で、また沢登りでも草付きや設計の対処に非常に有効であり、もっと積極的に使用されてしかるべき道具の一つである。 近年のダブルアックス技術によるアイスクライミングで使うものはそれ専用のピッケル同様、シャフトはジュラルミンとなって軽量化され、短くなってピック側に曲がり、ピックの部分も下方に曲がり、ピックの刃が鋭く研磨されているという傾向を持つようになった。ありがとうございます。